国際連合によるヨーロッパの区分北、ヨーロッパ西ヨーロッパ東ヨーロッパ南ヨーロッパ北、ヨーロッパはヨーロッパの北部地域である。日本では北欧とも呼ばれる。具体的にどの地方や国を含めるかは国や国際機関などにより異なる。最も広い場合はイギリスとアイルランド、そしてドイツやロシアのバルト海沿岸部も含まれる。デンマーク、ノルウェー、スウェーデンは スカンディナビア諸国と呼ばれる。現在はスカンディナビア半島に領土を持たないデンマークも歴史的な理由からスカンディナビア諸国に含まれる。バルト三国を含む北ヨーロッパ国際連合統計部による分類ではバルト三国は北ヨーロッパに含まれる。バルト三国は地理的及び文化的に北ヨーロッパに属し、 現在、北欧理事会に加盟申請している。なお、バルト三国は、日本の外務省欧州局では、西欧化が管轄している。ソ連崩壊前までは、ポーランド王国、ロシア帝国、ソ連などに併合された歴史的そして、政治的観点から、しばしば東ヨーロッパに分類されたこともあった。国際連合による分類では、ブリテン諸島に過国も北ヨーロッパに含まれるが、 通常は西ヨーロッパとされる。抗議の北ヨーロッパの例、抗議の北ヨーロッパの例、これらの国々の一部を含むこともある。これらを協議の5カ国に加えた8カ国で北欧理事会を組織している。これらはノルディック諸国とも呼ばれる。北ヨーロッパに対し北欧と訳し分けることもある。ただし、ノルディック、北欧といった場合は通常は北ヨーロッパに含まない。 グリーンランドを含む、ありがとうございます。